家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をしている川西です。今日は夏の菜園便利グッズをご紹介していきます。だいぶ暑くなってきましたので、熱中症や害虫など気になる季節となってきました。特に女性で家庭菜園を始める方も増えたので、日焼けなども気になってくるかと思います。今日は私の目線でおすすめしたいアイテムと、菜園仲間の千田さんもおすすめのアイテムがあるということで、今日はご紹介していただきます。それでは最後にご質問にもご回答していきますので、ぜひご覧ください。せーの、行ってみましょう。ではまずご紹介したいのはこちら、アームカバーになります。アームカバーは女性の方はおなじみのアイテムかなと思うんですが、実は男性の方にも試していただきたいアイテムです。熱中症の原因として素肌が出ていると熱中症になりやすいっていうことがありますので、ぜひ男性の方にも試していただきたいです。私もいつもいろんなアームカバー使ってるんですけども、今日ご紹介したいのはこちらのマイナス2度のシリーズです。こちらのアームカバーがこちらになっています。でこちらはマイナス2度って書いてあったのでどうなのかなと思って試したんですけれども、やはりちょっと冷たさが通常いつも使っているものよりもあるかなっていう感じはします。サイズの問題もとても大事だと思うので、ぴったりしたものをお好みの方はやはりそのサイズが合ったものを選んでいただいた方がいいと思います。言い忘れてたんですけど、濡らして使えます。しっかり水に濡らして初めて冷たい冷感を楽しむことができるので、こうしてですねインナーの上につけるときにすごく着脱しやすくって、常にこうひんやりさせていられるので、こういう大きいサイズもまたありだなっていうふうに思っています。なのでその時々に合わせてちょっと選んでみていただきたいです。このデザインもすごく夏らしくて可愛いですよね。黒が多くなりがちなこういうアームカバー類なんですけども、こういったものを選んでいただくと農作業のテンションも上がって楽しく作業できるかなと思うので、ぜひ選んでみてください。こちらダボっとしているので使い心地が最初こうどうかなと思っていたんですけれども、意外とこう作業をするのにあたってゆとりがある方が作業を邪魔しないので、意外と使いやすいなと思って使っています。大きいサイズのものまだ持ってない方、ぜひ試してください。続いては首元を冷やす熱中症対策アイテムをご紹介します。こちら今私がつけているのが首元ひんやりループというアイテムです。こちらは、こちらのここがを濡らして、この部分を濡らして装着して、長さを紐で調節できるようになっているアイテムです。こちらサイズが男性の方ですともしかしたらすごくちょうどよくピタッとフィットするかもしれないので、すごく冷たくって首の範囲に収まるのでおすすめです。少し首元が緩くなるので、男性の方にはしっかり固定されて作業しやすいと思うのですが、女性の方はちょっとそこがデメリットになるかもしれません。で女性目線で続いておすすめのアイテムもご紹介します。こちら最近おなじみの冷感タオルで皆さん使われてるかなと思うんですが、こちらの選び方のおすすめは首のに巻く時の長さ幅を考慮してご自身に合ったものを選んでいただくということです。こうまず折っていただいた時にここの長さがしっかりある方が首全体を覆うことができるのでおすすめです。実際に巻いてみましょう。巻いてみました。後ろもしっかり幅があって隙間もなく全ての首の面をしっかり冷やすことができています。また長さもちょうどいいのであまり邪魔にならず作業できると思います。こちらのタオルは先ほどのマイナス2度のシリーズの同じタイプなんですけど、他にもいろいろ出てると思うのでご自身の好きなものを選んでみてください。女性の場合はこういった冷感タオルの方がご自身の首の長さに合わせられるのでおすすめです。こちらはですねさっきのに比べてちょっと長いものになります。でこれを私が巻くとこのように少し長くなってしまうんですね。
で長くなるとこちらがちょっと濡れてしまったり邪魔になりますし、重さでどんどんここが細くなっていってしまって、ここが細くなって絞れていってしまうので、なんとなく使いづらいなって感覚があります。なのでタオル皆さんね、こう売ってるものを全部同じに見えるかなと思うんですけど、意外とこういう細かいところ調整していくと熱中症対策すごく良くなると思うので、ぜひちょっと気をつけて選んでみてください。皆さんこんにちは。目黒区で菜園をやっている千田です。私も夏の菜園グッズで皆さんにご紹介したいものがありますので、一つ紹介させてもらいます。こちらのベストです。バートルのエアークラフトフリーザーベストというアイテムです。こちらはだいたい3000円以内で買えます。装着してみます。フィット感が非常にありまして、作業するのに苦にはなりません。背中に2箇所保冷剤が入るようになっています。それと脇の下にも2箇所保冷剤が入るようになっています。これでひんやりと作業ができます。空調服と違いまして音もうるさくないですし、直接氷で体を冷やすことになりますので非常に体が冷えます。材質の方も非常に伸縮性がありまして非常に動きやすいです。家庭菜園をやる方はだいたいおおむね2時間ぐらいが作業時間になると思います。2時間ぐらいはしっかり冷却効果がありますので、夏の家庭菜園には最適です。空調服やネックファンと比べると価格の方も手頃になりますので、繰り返し使える利点もありますのでおすすめしています。ぜひ使ってみてください。続いては虫除け対策です。畑の作業をするときに虫除けスプレーなどを使うのが嫌だなという方もいらっしゃると思います。そういうときには服で対策することができます。私がおすすめするのはこういったメッシュ状の虫を忌避する効果の成分を練り込んだ繊維でできたパーカーです。こちらちょっと着てみようと思います。着てみるとこんな感じになります。 UV カット加工もされているということなのですが、女性の方にはやはりメッシュなので対策には少し厳しいかなと思いますので、日焼け気になる方、着るときは中にしっかり対策をしておきましょう。逆に日焼けは特に気にしないよという方は、こういったメッシュですととても風通しがいいのでおすすめになります。夕方の時期は蚊も多くなりますので、そんな時はこちら着てみたらいかがでしょうか。続いてこちらは日焼け対策も気になる方におすすめしたいパーカーになります。これも虫除け効果があります。こちらはワークマンの商品になります。でいいポイントはフードもしっかり顔を覆えるようについているところと、袖が長くアームホールがついているところです。またサイズ感もぴったりで選んでいただけると思うので、女性に特におすすめです。それでは着てみようと思います。はい、こちら着てみました。このようにしっかり手の甲まで覆われるので、こう作業するときに手先も蚊が気になると思うので、とてもおすすめになります。で少しやはり長袖なので暑いなと感じるところはあるんですけれども、夕方になって涼しくなってからの作業には最適なので、私は去年除草作業を夕方にするときにかなりずっとこのパーカーを着て作業していました。実際にこちらを着て作業したときにはほとんど蚊に刺されたことはありませんので、おすすめできるアイテムです。皆さんこちらご覧ください。こちらは実は空調服です。ちょっとサイズが大きいんですけれども、色味もすごく可愛いですし、あんまり着られてる感もないと思います。空調服の仕組みとしてはこちらにファンがついていて、中に空気を通して脇と首から風が抜けていく構造なんですけれども、あまりパンパンに膨らんでいかないので、すごく見た目にもいいかなと思います。しかし本当にすごく
風が通るのでとても涼しくって、やはり一度着ると手放せないっていうのは本当だなと思います。こちらはアイリス大山さんから出ている商品です。薄い水色や緑、グレーなど女性でも選びやすいパステルカラーが揃っているので女性にもすごくおすすめです。サイズは S から 3L までありますので非常に暑い夏でも女性でも気軽に使っていただけると思います。私身長が155センチくらいなんですけど今サンプルで L を着ています。なので本来はS の方が良いのかなと思うんですけども、ちょっとそれを目安に皆さんよかったら選んでみてください。こちら使うときは裾のをしっかり締めて使うようにしてください。こちらのファンが強度が3段階ありまして、一番強い状態だと5時間連続で使えます。ですので夏場の畑の作業の時には一番強いモードにして強い風で使ってみてください。今回ご紹介したアイテムは概要欄に詳細を載せておきますので、ぜひご覧になってください。それでは質問コーナーです。こちらの肌荷の動画にコメントいただきました。はい、私にご質問いただいております。私のおばあちゃんは害虫が出たら靴で踏みつぶして容赦なく駆除するのですが、虫が苦手でなかなかできません。川西さんは女性ですが、踏みつぶして駆除するのはできますか、というご質問です。すごくお気持ちわかります。実は私も、園芸始めたての頃、祖母がカメムシなんか大きい虫もガンガン踏みつぶしていて、もうそれはそれはもう見てられなくて本当に虫が苦手だったんですよ。まあ、畑で本格的にこう作業するようになってから日々こう触れてるうちにあまり気にならなくなり、もう思いっきり潰すこともできるようになりました。野菜を育てるにはどうしても虫を捕殺するっていうことが必要になってくると思うので、ちょっと一緒に頑張っていきましょう。今の段階で虫が怖いなという場合はいきなり踏むの怖いと思うので、雑草の葉っぱなどいらない葉っぱをかぶせてその上で踏むとか、石を置いてその下に虫を置いて踏むなどとして、ちょっと間接的に踏むところから始めてみるといいと思います。ぜひやってみてください。今日は夏の家庭菜園におすすめの便利グッズをご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた。